おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。プラレールで発売されている、ホビートレインや、叡山電鉄の観光列車、比叡、など、一両編成で活躍している車両は全国にいます。今回は、プラレールで発売してほしい一両編成の車両を、勝手にランキングにして、紹介してみたいと思います。路線や地域がなるべく被らないように、ランキングを作っておりますので、紹介されなかった車両は、コメント欄に書いておいてください。では、行きまーす。第10位、松浦鉄道西九州線。佐賀県の有田駅から長崎県の佐世保駅までを結ぶ鉄道路線で、北松浦半島を回る第3セクター鉄道になります。個人的には、MR501、レトロン号。もしくは、2012年に運用を離脱した MR100 型が製品化されてほしいです。第9位、函館市電。函館市内を走る路面電車で、4路線、2系統の路線を運営している鉄道になります。路面電車の製品化もいいですが、除雪用車両のササラ電車も候補に入れたいです。第8位、近江鉄道220型。滋賀県の路線で、イコカの導入が遅れている、毎年赤字の鉄道路線、2015年に、普通乗車券で途中下車ができなくなりました。ほとんど西武鉄道のお下がりの車両が運行されていますが、製品化してほしいのは、事業者になります。第7位、琴平電鉄。香川県の鉄道路線で、鉄道線で言えば、一番車両の数が多い、地方都市の民間鉄道になります。今運行されている車両は2両編成なので、胴体保存されている車両をぜひ製品化されてほしいところです。第6位、熊本電気鉄道5000型電車。もともと東急の通勤型の車両になります。2020年まで渋谷駅の八甲前にいた車両ですね。製品化してほしいのは、熊本電鉄5000型で、2016年まで熊本電鉄で運行されていた車両になります。第5位、天竜浜名湖鉄道。静岡県の掛川駅から新宿原駅までを結ぶ鉄道路線、映画やドラマなどで有名なローカル線ですね。製品化してほしいのは、2001年に登場した TH2100 型になります。第4位、いすみ鉄道いすみ線。千葉県の大原駅から上総中野駅までを結ぶ関東のローカル線、いつ廃線になってもおかしくない状況ですが、今もなお、いろいろな車両が健在しています。さてここで、ランキングに入れるか迷った車両たちを、一気に紹介していきましょう。第20位、垂水鉄道ハイモ330-700 型。岐阜県大垣駅から垂水駅を結ぶローカル線の車両です。2011年に登場した新型車両をランキングに入れておきました。第19位、国鉄50系客車。70年代から80年代に全国で活躍していた客車です。客車のオハフ50、オハ50もいいですが、荷物車のマニ50も製品化してほしいところです。第18位、クモハ12、1929年に登場し、地方支線で活躍した車両になります。最後は鶴見線大川支線で活躍していました。現在は東京総合車両センターで保管されています。第17位、小田急電鉄クヤ31型、テクノインスペクター。2003年に登場した線路や架線の検測を行う車両になります。ロマンスカーや通勤型の車両もありますので、この際、検測車もあってもいいかなと思いました。第16位、EF55 型電気機関車。2009年まで活躍していた戦前に作られた電気機関車です。プラレールでは、EF58 や EF15 などが製品化されているので、ぜひ EF55 も製品化してほしいところです。第15位、岳南電車7000型。元京王電鉄3000系を両運転台に改造した車両です。8000型は、片運転台の2両編成になります。どちらも製品化されるといいですね。第14位、キハ122。JR 西日本の両運転台型一般機動車。片運転台はキハ127になります。せっかくなので、往復車足にして、往復専用のレールも一緒に入れて売ってほしいです。第13位、モーターカー。保守作業で使われる車両。鉄道車両ではなく機械扱いになります。丸タイやレール運搬車、クレーン車の素80があるので、事業者ももう少し出してほしいと欲が出てしまいました。第12位、キハ11。名勝線、城北線、ひたちなか海浜鉄道で活躍する一般機動車です。現在は、ミャンマーでも活躍していますね。個人的にはステンレス車両の方を製品化して欲しかったりします。
第11位 ED75 東北本線常磐線で使われている交流電気機関車です。貨物客車も牽引していたので3両編成で発売してもいいかもしれません。さて少し寄り道をしてしまいました。最後にトップ3と個人的な感想を言って終わりにしようと思います。第3位キハイ120。2008年に登場した JR 東日本の一般型機動車になります。プラレールで製品化されたキハ40を置き換え、さらに2022年には只見線も復活したので、ぜひプラレールでも発売されてほしいところです。第2位レールバス南部縦貫鉄道。青森県の野辺地駅から七戸駅まで運行していたローカル線ですね。2002年に廃止になっていますが、車両は保存されています。トミックスから、N ゲージ、HO ゲージともに製品化されているので、ぜひプラレールでも製品化してほしいところです。第1位、雲屋143。第1位は、1977年に登場した直流用事業者の雲屋143になります。すでに多くの車両は廃車され、現在は長野総合車両センターにいる、機関通型の雲屋143の50番台のみとなってしまいました。製品化されるなら、原色の青と黄色ですが、湘南色やスカ色でもいい感じなので悩ましいところです。ということで、久しぶりのランキング動画いかがだったでしょうか。ぶっちゃけ、これ売れるの?と思う車両を多く入れましたが、なるべく一般の人には受けないけど、それなりに有名な車両を選定してみました。ここまでご視聴ありがとうございます。それでは、また他の動画でお会いしましょう。